楽天3から4、日本ハム。23日、楽天モバイルパーク。日本ハムが延長12回に上川畑の敵地打で勝ち越して、引き分けを挟んで5連勝。新庄政権最多を更新する貯金4となった。71年ぶりの快挙は逃した。20日は北山。21日は加藤隆が完封勝ち。3試合連続関東完封なら、投球時代の1953年。 米川、尾形、桑名、地川と4連続完封して以来、71年ぶりの快挙だった。先発の山崎は3回まで無安打投球。だが、4回に浅村に疑比を浴び、チーム24イニングぶりの失点となり、快挙は幻となった。それでも6回3安打2失点の好投。試合を作ることができたのは良かったです。ただ 運を取ってもらった直後に点を与えてしまったことが反省点です課題を次に生かしたいと思いますとコメントした終盤は新庄采配が裏目に出た1点リードの7回から2番手金村が登板7回を3者凡退に抑えると買いまたぎで8回のマウンドにも上がった先頭の岡島から三振を奪ったが 続く代打、茂木に対しカウント0対2と追い込んでから左越えに同点ソロを浴びた。それでもその後はリリーフ陣が踏ん張り、無失点を続けると、延長12回のワンチャンスを生かした。上川端の敵地打が飛び出すと、新庄監督は飛び跳ねて、生還したランナーとハイタッチした。試合後、新庄監督は、勝ちに食らいついていく、あの一生懸命な姿見ていたら涙出てくるね。 こんな価値ある。最後、十二回に、上川畑くん、よう打ったわ。追い込まれてね。ああいう勝負強いところを持ってるね。野手全部使い切ったから、何か起こったらどうしようかと。脳の汁が、汁がもう、と、満面の笑顔で語った。